外で聞いてもいい。日本吹奏楽発祥144年記念演奏会を開催いたします。演奏に先立ちまして日本吹奏楽指導者協会会長また会ご挨拶申し上げます。すまなんだ吹奏楽協会なんでもあるなんでもあるな本日は皆様のために多く客船の方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。ただいまご紹介いただきました公益社団法人日本吹奏楽指導者協会の代表事業を務めさせていただいております会長の野田と申します。本日は皆様方お集まりいただきましてありがとうございます。今回は横浜音祭りと一緒に開催をさせていただきましたので皆様方には、印刷ストーを通じてこの会が欲しいとなったかと思います。3連休の中でいろんな会がある中でですねこんなにたくさんの方を見いただいて大変私どもうれしく思っております。さてこのタイトルでございますけれども日本吹奏楽発祥144年記念演奏会大変珍しいタイトルでございます。年数がこう書いてあるようなタイトルってなかなかないんですけれども実は明治2年にここで、薩摩の若者がですねイギリス人のウィリアム・テンドという人に初めて西洋音楽の集団教育を受けるわけです。それがこの妙光寺さんでございました。それから数えまして今年で144年ということでこういうタイトルになっているわけでございます。日本の音楽の発祥はここが最初でございましてですねこの吹奏楽は初めてしてバイオリンであったりピアノであったりいろんな楽器が日本人に演奏されるようになったわけでございます。その吹奏楽も皆さんご存じのとおり現在ではもう各学校にもございますしそれから秋になりますと吹奏楽コンクール等で新聞等も にぎわしております。それくらい有名になりましたけれども最初の30数名の方々の苦労を思いますと大変なことであったろうと思います。今日先ほど献花をさせていただいたのはここで最初に吹奏楽の集団教育を受けました薩摩の若者30数名の皆様方の、ご努力とそれから音楽を普及された方々の見た目に対して我々礼を差し上げた礼に対してですね花束を差し上げたという行事を先ほどそこでやらせていただきました。今日は演奏に海上自衛隊の横須賀音楽隊が、挫折
参加していただいておりますけれども、この薩摩音楽隊が数年するとですね、一部の会議の2隊に分かれまして、その会長が結局ここので勉強した薩摩藩の中から海軍の音楽隊、そして陸軍の音楽隊長が生まれるわけです。この音楽隊がですね、一番その並びに近いところにいるんです。海上自衛隊は戦後すぐ、発足しておりますけれども、ちょっと数年間が空きましたけど、そういうわけで、今日はこの会議に非常にふさわしい皆様方が演奏していただこうと思っております。この会を開くにあたりましては、野鳥さんは大変お世話になっておりまして、ずっと記念品を出させていただきましたし、演奏会もやらせていただいております。また、我々 JBA はずっと続けてこれをやると思いますので、皆様方もご協力いただき、また演奏会にも来ていただければと思います。本当にありがとうございました。今日はゆっくりと海上自衛隊横須賀音楽隊の演奏でお楽しみいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。